ば、はい、競技の大会っていうの試合っていうの、はい、それはなんか何歳ぐらいから出てるんですか？6歳ぐらいです。6歳、すごっ。もう緊張とかしますか？あんましないです。あんましないんだ。すごいね。わかる。かわいい。逆にゴルフ以外で、あ、ゴルフ以外緊張することがないのかな。確かに緊張することってある？なんか発表会とかたまにちょっとあります。ああ、あるんだ。どういうの？音楽発表会。音楽発表会。音楽もやるの？学校の行事で。そっか、小学生ってことはまだ学芸会とか。あ、そっか。わかんない。なんかさ、みんなでこう集まって劇やるよね。やらない？やらないです。もう今時はやらないのかな。学芸会とかやったけどね。へえ。一番好きな科目は何ですか？体育です。おー。なんかゴルフ以外にもサーフィンやったりしてるって、はい、さっきちょろって言ってたんですけど。やってます。乗れるの？乗って、はい、こうやって足つくとこで。あ、そうだよね。危ないもんね。へえ。あとなんだっけ、スケボー？はい。へえ。すごい。アクティブ。何でもできるんだね。すごい、今言い切って何でもできるんだ。一番嫌いな科目は何ですか？国語とか。ああ。兄弟っていますか？いないです。一人っ子です。一人っ子なんだ。後半になってからめちゃくちゃ私。専門だこれ。専門じゃないよ。次行く。香川くんからペラペラ喋ることなさそうだもんね。あんまり。純ちゃんに聞きたいことありますか？質問ある？ゴルフ歴なんですか？ゴルフ歴はね、8年です。はい。でも香川君は1歳から12歳だから11歳も。12です。12歳、11年か。11年。はい。すごいな。私は大人になってから始めたんで8年です。はい。はい。好きですか？はい。さやかちゃんは何年ですか？私も10年。あ、そっか。ぐらいですか。うん。そうだよね。さやかちゃん若い時からやってるもんね。香川くんぐらいの年。あ、12歳ぐらいの時。11ぐらいかな。2008年です。生まれたの。2008で生まれてすごくない？すごい。え、平成？え、令和？もしかして？え？そ、違う。令和じゃないですよね。令和2年だから今。平成20年です。ああ、すごい。ちゅんちゃんいつですか？88年です。1988年、昭和63年です。そうなんだか、何それみたいな顔して大丈夫。そう、1988年。そうか。2008年。20個。え、そうだよね。ですよね。20個違うんだよ。いや、すごいね。いきますか。156を6番アイアンで打ちます。風かな。7番ウッドで。うわあ、右だ、私も。バンカーに入っちゃうかも、これは。あれ？全然飛んでない。あれ？で？どういうこと？でも上げてんのかな。あれ？でもバンカー入るんだから手前の方がいいですし。奪うってことね。ああ、正解かも。さやかちゃんはバンク入っちゃうのよ、5番ウッドだったら。あれあれ当てないのにね。あれなんで5番ウッドでしょ、さやかちゃん。はい、ついてんのかな上空は。みんなで同じとこですね。なんでだろう、揃って。風かな。私からやりますか。今日アプローチが全然寄りません。いいんじゃないですか。ね、じいちゃん、私が打つたびになんか声出しますよね。うんとかすごい意外といったね。お先です。ダメ、この距離は入れなきゃいけない。ナイス。ありがとうございます。距離は入れないと。ありがとうございます。不甲斐ないオーナーですよ。なんかね。やばいね、香川君。香川君さないとね。香川君の。ちょっとこれでこれは打ってまいります。純ちゃん今日本当にドライバーめちゃくちゃ完璧。そうね、アドレスを真剣に取ることにした。ワンウッドです。ありがとうございます。あーくんあった？130ヤード7番。危なっ、ギリギリです。大丈夫か、バナナ君。100ヤードぐらいですかね。ピッチングで打ちます。いい。ナイスショー。そう、近そう。ウェッジだったわ。パパで打ちます。なんかね、押すやつがいる。大丈夫ですか？はい、大丈夫。頑張って打たないと。やば。全然痛くてたんだけど。え、サイズするの？ああ、やった。おお、うまい。できますか？パー5か。じゃあボギーかな。ありがとうございます。はい。